改めまして皆さんこんにちは。本日は本当に天気の悪い中、足元の悪い中、本日正直にご参加いただきまして誠にありがとうございます。先ほど冒頭の挨拶でも申し上げましたが、本当に深見ヶ原市、また VR テクノセンターさん、テクノクラブ県の関係者の皆様、県市中日本航空専門学校の皆さんと、本当に、どこかが欠けても、できない、フライトだったと思っております。そういった意味では私は到着の方で待っていたのですけれども、本当に無事に本店到着して安心しました。ただですね、今回皆さん本当にこうフライトする前も含めてですね、今日はやらないんじゃないかというお問い合わせもたくさんいただいていたんですけれども、これが実はやっぱりこれができるっていうことを皆さんの中で、一つずつ積み重ねていくっていうことが、この信頼、新しい技術の導入につながってくると思っております。今回の喉の地震においてもですね、雨が降ったり雪が降ったりヘリコプターが飛べなかったというような話も伺っております。そういった中でもですね、こうしたドローン、雨に強い機体ですとか、GPS があれば飛べるですとか、まあ、いろいろな、住み分けが、できてくると思っております。まあ、そういった意味では、今日が第一歩となると考えております。これからこの各務原市、関市、またですね、この岐阜県、まあ、日本をつなぐ、ルートというものを、今日にですね、また開拓してまいりたいと思っておりますので、引き続き皆様のご支援をよろしくお願い申し上げまして、本日の実証実験の、お礼の挨拶とさせていただきます。本日は本当に雨の中ありがとうございました。